はい。では、オープンカフェを作ろうというところで、また建築のところで、ここではテーブルをね、置きます。で、1FL にしてもらって、で、たまにこうやって怒られます。私怒られています。まあ、保存してないね、ということで、保存しておきます。はい。建築の中で、コンポーネントってあります。左から4つ目ですけど、コンポーネントってあります。で、コンポーネントを配置です。で、もしね、ファミリーをロード開いて空っぽの人は、このプロパティから選んでもらっても結構です。ここにもいくつかありますのでね。で、今とりあえずファミリーをロードしていきます。で、高精度は先ほどの状態になっちゃってるので、ここにまたジャパンに戻ります。ジャパンに戻りまして、家具のテーブルのダイニングテーブルと。で、この中でテーブルの円形ですね。これをですね、クリックします。そうしますと、円形のテーブルがですね、こう出てきたので、まあ、これをちょっと適当にですね、ポツポツポツと、まあ、置いてみてください。今、置き方の、練習です。まあ、こういうふうに置きます。で、置けたなということがあれば、まあ、修正をしてもらうと、これでテーブルが置けました。こういう感じですね。向こうはちょっと隠れてますけども。で、このまあコンポーネントを使うと、今テーブル置きましたけども、観葉植物とか、レジのカウンターとか、まあいろいろパーティションとかですね、ソファーとか、まあいろいろ置けますので、まあ、それがカフェの自分自身のコンセプトに沿って、置いてもらえたらいいと思います。ではちょっとやってみてください。